おはようございます、えー、今日はですね我が家の庭じゃなくてこんな景色が広がっているんですね。こんな感じでねすごい広々とした、ね、感じでさすが北海道っていう感じの、ね、景色なんですけれども、えー、私はね今ねホテルの部屋におりましてですね、えー、これから、えー、旭川で、えー、ハーブボールのね 生徒さんに実技の講習をしますでハーブボールって皆さんあんまりご存知じゃないかもしれないんですけれどもこんな感じでね中にハーブがいいいっっぱい詰まっているんですねでこれを蒸して体にねこうやって押し当てたりとかいろいろマッサージ的なことをねしてそしてねあのこう健康に役立てるっていうものなんですけれどもこれ実はですね え洋服の上からやってもねすごくあったかいんですねでこれね,あのね洋服の上からできるっていうことは洋服を脱がなくていいっていうことなのでえ高齢の方もうね洋服脱ぐのね、すごく面倒くさがあるんですよね、えっと、うちの、ね、両親も84歳と88歳なので洋服を脱ぐのをねすごく面倒くさがあるんですけれどもえこれをね上から当ててあげるととっても喜ぶんですね。 でやっぱ体もねすごく軽くなるし血行も良くなるのでねでこれをねこれからはねもうねたくさんいろんな方に役立ててほしいなと思って今回はね旭川に教えに来ています。頑張ってきまーす